この試合ほど元気ない試合はなかったんじゃないですか。走れないのかな、疲れて、まあ、疲れるのか、こうだから疲れてねえやつ使おう。ボールによらないし、ね、受けてもらった。俺もパウロの選手足出してなかったら危なかったです。入ってきましたね、ここですからね。ただ大選手ボールを奪っていいランニングした。そう、はい、ランニング長井さん、長井さん、ああいうプレーがいいんですね、幼いさん。もう、もう手前はよくやってると思うんですもんね。みんなゴールに向かってランニングしないと。こういうの、こういうの、こういうのね。蹴れる選手がね、結構いるんで、上さんとも蹴れるし。抜かれるの？抜かれるの？おい。そうなんですよ、パーロン選手。ここで怪我ですか。そうなんですよ。この時ね、もうね、押さないのも、ほら、たぶん肉離れ気だった。わぁ、で、入ってんのこれ。肉離れしてたんだよね、後半。ただ今、腫れは引いてきてるんですよね。そんな情報、僕は知らないです。あ、そうですか。引っ張ったんじゃないかとアピールがあったんですけど、まあ、これが PK だったり、なんだろう、倒れることがあるんですよ。これね、まあ、ちょっと近かったけど、近かったね。キーパーに敗戦されました。まあ、アイディアありますよね、これ。もうお伝えしました。まあ、ニアサイドったら入ってますよね。あ、そうでした、シュートコースが。走り切って0対0、引き分けということになりました。長崎が4位ですからね、この時。そうですよね。まあ、1点取りたかったんですけど、あんまりできなかったんで、まあ、そこはしっかりなかったというのを。どうした、目。目やばかったんですけど。花粉でしたね。また練習して、何時か全然分かんなかったね。ちょっとお疲れだったのかなってね、いう感じがします。頑張りますだけ分かりましたね。はい、あいつは本当に面白いんですよ。あ、そうです。まず熊本なんですけれども、こらっ、あ、ポスト危なかった。何やってんのよ。さあ、そして前の前、ここですよ、ここです。社長、来ますよ。よいしょ、前田さんです。人気者です。人気者で、また才能ある。ああいうところ、このピッチとかコンディションを考えたら、やっぱ彼が一番やれてたと思います。さあ、前田選手の今シーズン初ゴールで先制。いや、今のヘディング誰？チョソンジン。はい、ここでもう、国内はもう風の対応もありましたね。1対0リードで後半迎えたんですけれども、なんか今ちょっと映像トラブルかなんかですかね、ボール持ってきたのね。そう思いたいぐらいの感じでしたけども、なんかスタジアムの雰囲気もそのまま。いや、まあ、風はわかるけどさ、ダメだよ。ダメ。前田選手で、そして岡本さん、上原選手、ジャストミートしなかったんですよね。これね。本田通りオフゴール2つなの？2つです。ということで、今日は3対1。
逆転負けとなってしまいましたけれども、やろう。Yeah.